これだけなんですよ。皆さん本当にプルプルして笑っちゃうぐらい美味しい。はい、始まりました、ケマズクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃん、これ鶏胸肉ちゃん買ってきましたってことでね。これ鶏胸肉で何やるかって言ったら、僕ちゃんはあれですね、木村くん、はい、サラダチキンやってないよね。サラダチキン、そうですね、再現的なことですか。そうだから、サラダチキンさ、みんななんかいろんな動画出してんじゃん。俺まだ出してなかったん、実は。はいはい、そう、あのね、でやろうか僕のやり方は本当にいろんなやり方ある中で、おそらく一番簡単じゃねえかなって思うんですよ。なんでちょっとね、僕のやり方ちょっと教えますね。あまりにも簡単なんで皆さん拍子抜けすると思うんだけど、教えますね。じゃあまずね、これ皮あってもなくてもいいんだけど、あったらあったで別に皮好きな人あれしてもいいし、でこれ2枚入ってくる、まあ1枚でいいよな、やるの 1枚は別の料理やろうか。でこれでさ、こう大体さ、まあ、どのあれもこういう形してるじゃない。大体 300g 前後が多いと思うんですよ。それぐらいの目処のあのやつで考えてください。はい、じゃあやりますよ。じゃあこれは僕はいつもどうやってるかっていうと、鶏胸肉ってこの厚さとここ全然違うじゃない。こういう状態でこう、こっちは厚くてこっち薄いっていう状態だよね。でこれをさ、同じに茹でたりさ、まあレンチにするにしてもさ、一緒に一緒くたにしたらさ、こっちの火通り、厚い方の火通りに合わせてたら、こっちは火が入りすぎるじゃん、どう考えたって。倍ぐらい違うんだよ、あのこのこうやって見た時に。それを解消するためにいつもどうやってるかって言ったら、これこうやすごく単純だからね。これさ、この辺で切るんだよ。こういう風にこうバサッとこう切っちゃうの、これね。でこれとさ、この厚みがさ、この倍ぐらいっていうか、まあ倍近くあるんだよね。これをさ、今度さ、こういう風にさ、シンプルだよ、半分に切ったらこれをこういう風にこう、今度こういう風にこう、なんつうの、真ん中から切っちゃうね、こうやってね、大体大体でいいから。そうするとさ、ほら、この厚さがこういう風に大体揃うわけ。厚さがこうピシッとこう、こういう風にこういう状態よ。すごいシンプルなんだけど、これだと火の通りが均一になるし、同じ火通りで何分ってやった時に同じような感覚で火が通ります。だからこれを1枚バーンと何かの手法で、茹でるなりレンチンでも何でもいいんだけど、したらこっちに合わせないで済むのね。一緒に火が入るという利点がある。だからこれでいいんだと思う、僕はね。それでね、もう一個サラダチキンの考え方として問題になるのは、いかにチキンを柔らかく仕上げようって話じゃない。でそれをどうやるかっていうと、これね、このぐらいの厚さっていうのは、このぐらいの厚さにこう3等分にした場合には、こうやってフライパンなんかにこうやってこう冷たいままでいいからさ、こうやってこう入れるわけ、ね、でここに水をひたひたになるくらい冷たい状態で今ね、でこれで 500cc の水をバーンとこう入れるんですよ。で全く火ついてないけども、これで大体 500cc ぐらい入れると、こうやってこう大体ほぼほぼこの水分が浸かり状態、これ大体 500cc ぐらいでこの大体こうなるから。でこれをちっちゃい鍋でやろうとすると、やっぱこの重なっちゃって水も多くなるし、この平均的に火が入らないのさ。だからこういう平ったいフライパンでやると、ちょうど1枚こういう状態でちょうどいい感じになるから、大体26センチぐらい使ってる人多いと思うんだけど、でこの冷たい状態からこう火入れます、火をつけます。でそしてもう一個は下味を入れたいわけなんですよ。まあ砂糖と塩で保湿して一晩つけてとか、いろんなやり方あるんだけど、一晩つけるのもめんどくさいじゃん。ですぐ作りたい。そしたらどうしたらいいか。そしたらこれ前と同じみそうみシャンタンね。そうみシャンタンは鶏ガラベースの調味料で、味のバランスがしっかりついてるのね。これ鶏だからまたさらに味を邪魔しないし、味の補いにもなるんですね。なんでこれを、そうみシャンタンを小さじ、この量だと 500cc に対してね、いっぱい、小さじでこれ一杯半ぐらい、これでちょっとね、なんていうか、いい感じの鶏スープができます。こういう状態でこれ勝手に溶けるから。はい、なんとやることこれだけなんですよ、皆さん。さあそうしましたら、このどん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 この水から入れてるんで、ゆっくり火が通っていくんですよ。これは沸騰した中にポンと入れるのと違って、水から茹でてるんで、じっくりじっくり火が入ってきます。でこうやってこう見てくると、その火の入りも分かるぐらい、当然沸騰するのと同時に鶏肉にも火が入ってくるっていう状況になっています。それと同時にそうみシャンタンが溶けて、塩味の下味がつくっていう状態になります。これでじゃあどのぐらい煮ればいいのかって話なんだけど、内村君どのぐらいで柔らかくなると思う？
でもなんかイメージ結構長めの弱火とかだとなんか1時間ぐらいとかかっちゃうのかなみたいな。ああ、柔らかくするためにね。あ、まあ確かにそんなイメージする人もいるでしょう。なんとそうね、沸騰して30秒です。30秒。でこれね、まあある程度このね中火ぐらいで沸かしてね、若干はこうゆっくり沸かした方が火が通りがゆっくりつくから、弱火じゃダメよ、中火で。これでさ、やっていくとさ、これ見てわかる？この状態、これ上にまあ浮いてくるんだけども、こうやってこう沈めてさ、今沸いてきました。ほら、この状態でこの周りがもう白くなっている。この3等分にしてあることによって火通りも早いんですよ。まあ断面がこう多くなるからね、こう火に触れる。で今現在ここで沸騰しました。で1回目に沸騰した時っていうのはこうやってアクが出ます。でそしてこの上にこうどうしても下から火が入るから上の方が火通りが悪くなる。そしたらこの状態でこうやってこうひっくり返してあげます。こうやってひっくり返して、そうするとまあこの火通りがあれになってくる。でここでね若干こうちょっと強めてもいいから、そしたらグラグラって沸きましたね。そしたらこの一回この沸騰したこのアクだけ取っちゃってください。はい、そしたらこれもう沸騰しました。スタート30秒、沸騰しました、ひっくり返しましたね。この状態で、はいはい、もう終わり。はい、そしたらもう火止めていいよ。これで若干まだこの中にはうっすらなんで、この状態で蓋して、そして10分、はい、これで OK。 どう、千村くん？え、あっという間すぎてちょっと今圧巻してますね。どうでしょう、沸騰して30秒、今現在切ったらもしかしたらちょっと若干半生かもしれない。だけどこれがしっかり蓋することによってこれは蒸してる状態を作ってるわけで、冷めづらい状態を作ってるわけで、それでしっかりこのじっくりじっくりこの火が入っていくっていう、その仕組みで、まあ大体65度とか70度ぐらいの間でタンパク質が固まってどん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 火が入ってくるから、でこれ一旦上がってでもそのなんかその中心部分はまだそこまで行ってないぐらいの感じなんだけど、じっくりじっくり火が入るから、でそのじっくり火が入るような状態でなんていうのかな、最終的にゆっくりこの100度じゃなくてこう低い温度で今じっくり火入れてるような状態なんですよ。一旦周りはこうガーッとこう火入れるんだけど、火止めちゃうことによってじっくり入ってる、じっくり。これが大事なの。それと同時にソーミシャンタンでしっかりこの下味がついてますから、そのままグッとこう下味をつけながらゆっくりゆっくりこう今火を通してる状態で、1回だけこう沸騰して30秒なぜやるかって言ったら、やっぱこうしっかりアクを出したいんで、一旦だけ1回だけは沸かして、でアクを取ってっていう作業をしました。これでね、まあ僕の理論上すごくまあ何回かやってるけど失敗しない、誰がやっても失敗しない。これはね、いろんなこう側面から見てすごく合理的なやり方だと僕は思う。漬け込んだりなんかする必要もないから、思い立ったらこれ買ってきて、あそうだと思ってこうやって今みたいにガサッガサッっていってね、3等分にして沸騰したらほぼ終わり、放置、それでいいわけ。でこのスープっていうのはさ、結局鶏ガラスープだから、残ったスープも再利用できるわけ。鶏だしに鶏加えてるからめっちゃ美味しいスープになる。保存する時にはこう保湿効果をこうそのまま継続させるってことは、このスープのまま冷ましてパッドとかね入れ物に入れておけば、全然そのパサパサが表面乾かないじゃない、水分に使ってから。でその状態で保存すれば本当に 2,3 日、まあ1週間はちょっとやりすぎだね。まあこの量だったら1週間持たないと思う。まあ今はダーッと説明したけどね、まあちょっと待ってね、今ここにほら湯気が出て水滴が出るってこと、もう100度は通り越してゆっくり冷めてる状態だけども、こう保温されてるからゆっくりゆっくりこう冷めてる。まあサラダチキンに関してはこれでいいんじゃないかなっていう僕は思ってるんですけどね、うん、はい、はい、10分経ったね、大体もうこれで OK。 はい、じゃあそしたらね、こんな感じで同じ状態で、これでまあまだね、ちょっとこのまあなまらあったかいよね、この今作りたてだから。でこのまんまもう冷ましちゃえばいいですからね、粗熱取っちゃってね、冷えたら清潔なタッパーでね、これはちょっと 2,3 日前に作ったやつだけど、まあ、こういう状態でね、冷めたらこういう風にしてこの煮汁ごとしまっとけば本当にこのまま保湿されて 2,3 日全然平気ですからね。なんだけど、まあ、せっかくなんでね、やっぱ出来たてをみんな見たいよね。今本当にどのような火入れ状態になってるかっていうのをこうお見せしますね。そしたらこれをこうやって、なるだけこの鶏肉これはこういう状態になって、こういう筋が入ってからさ、対してこう垂直にこう切るとよりしっとりさが増すんで、今の現在の
感じ見てもらうか。こういう状態、こういう状態、こういう状態ね。ちょっとプルプル感、しっとり感わかるかな。画面上でわかるかな。これ、これ本当にプルプルし、本当に柔らかいよ。まあとにかくめっちゃしっとりしてます。じゃあまあとりあえずさ、じゃあまあ今日はこのまま食っちゃうかね。これでさ、このまあとりあえずこれこんな状態。まあこんな状態で、なんとなくこういうふうにこう筋が見えるから、筋に垂直に切る。でね、なんだろう、こんな状態でさ、まあ普段はさこのままでもまあ美味しいけどって感じだけど、でこれでさ、おそらくこう一番太い部分かなに見えるよね。いやもう包丁入れててすごいわかるもん、このしっとり加減、このなんていうか柔らかさ。うん、もうこれで僕はねサラダチキンほんと十分だと思う。でじゃあ今日はさ、いろいろとじゃあチムちゃんと一緒に食べてみようかなと思うんだけども、これなんかどう、この前紹介したけどさ、ジャンツォンジャン、この生姜醤油ね。だから最近ほら紹介したやつでちょっとさ、まあこれそのまま食べてみようか。で1個このジャンツォンジャン、これたっぷりさ、これ生姜ソースなんでこのままでいけちゃうんだけども、こういう状態でね。であとさもう一個ね、でこれ覚えてるからみんな、この間作ったあの僕が作ったね、あのえのきソース、ね、これ冷蔵庫に入れといてからこうやってちょっとこう固形になっちゃってるんだけども、これオリーブオイルとガーリックで作った、あの もしよかったらあの概要欄貼っていくから参考にしてね。でこれこういう状態でさ、これだとこっちつけてみようか。よいしょ、これはさイタリアン風ね、こうなっちゃうと。でこっちはジャンジョーザの中で中華風、こんな状態でさ、うん、もしあれだったらもっとね遊び心をつけるんだったら、まあ本当にサラダチキンってどんな食べ方もできるけどさ、この美味しいマスタードとかね、とかね、僕ちゃん大好きなこの梅肉とかもさ、こういうのも本当全然楽しめるから、こういう状態でさ、まあこうやってまあプレートしたらまあこんな感じで、今日はほら味見セットって感じでやってるから、ジャンツォンジャン、ほんの少しごま油追加で、ほんの少しの醤油垂らして、これでもだいぶこのイメージ違うから、この超美味しいオリーブオイルをさらに垂らして、オリーブオイル、よしこんな感じでどう。はい、じゃあ今日のこの感じ、研磨式超簡単サラダチキンの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、これだよ。どうこの感じ、まあちょっとおしゃれな感じにできちゃったよね。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう毎日楽しい、へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。基本のこれ、こいつからいくか、何にもつけてないやつ、これです。このしっとりさわかるかな、プルンプルンしてるよね、みずみずしいんだよ。じゃあ早速これを食べてみたい、いただきます。うん、しっとりしてる、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごい美味しいね。で、まあこっちね、でどっちからいこうかな。まずこのジャンツォンジャンのね、中華風いってみようかね。これも柔らかくていただきます。うーん、めちゃめちゃ美味しい。これシンプルだけど笑っちゃうぐらい美味しい。で、まあじゃあこの間のオリーブオイルベースの、まあ、あの僕が作ったね、これえのきソース、これもね、これは洋風だよ、ガーリックが効いてんだよ。いただきます。あー、すごい、どれも素晴らしい。これはもうこれに関してはちょっとレモン絞りたくなるな、やっぱこの味でしょ。じゃあっとこう、あー、味しまって、もう最高。うん、じゃあちょっとチムラ君、はい、よし、じゃあね、チムラ君食べてみて。はい、まずはこのプレーンのやつを食べてごらん。うん、プレーンのやつ、うん、一番真ん中ぐらい取ってる。いや、端の端も、うん、いただきます。うん、お、うん、
プルプルだ。本当にしっとりしてるでしょ。これはだからギリギリの30秒ガーってやったけど、あれもいらないぐらいなんだよ実は。でも安心を求めて皆さんに教えるために、まあちょっと30秒これ美味しいですね。もうシンプルに下味ついてるから美味しいでしょ。あ、すごいわこれは。だけど火加減とかもう関係ないですもん、ね、関係ないのよ。、うん、もう沸騰したらもうアク取って終わりでいいから。これはちょっと作りたくなりますね。ね、うん。じゃあ次、中華風生姜ソースでいってみましょう。ありがとうございます。いただきます。はい。うわ、これはやばいっすね。やばいよね。とってつもなく美味しい。このシャープさで、うん、これはもういくらでも食えちゃうでしょ、この感じ。本当に無限に食べれてる。うん、まあこの間のえのきソース、うん、イタリア風、これはね、ガーリックえのきソース。記憶に新しい。新しいね。いただきます。ありがとう。ああ、うわ、全く違う顔が。全くこの、うん、本当このえのきを乗っかるだけで、焼いてないんですけど、なんかステーキ。そうね、ガーリックが効いてるからね、これに関しては、うん、本当にこれ、やばいですね。そう、うん、これはコンビニとかも多種多様に種類あるじゃないですか。うんうん、比べ物にね、もう味もそうだしさ、うん、この感じたまんないでしょ。しかも今日のこの簡単さ、いや本当に、うん、でこれさ、本当にさっきも紹介したように、まああのまま冷まして、こうやってね、ちょっとこのタッパーに入れて、うん、じゃあこれもちょっと今切ってきてあげるけど、はい、今この冷えたやつ、2、3日前に作ったやつ、これ持ってきたんだけど、冷蔵庫でさ冷やしてるからさ硬くなると思うじゃん。もう全然プルプルだからね。わかっかな、この感じ。なんかこのしっとり感といい、これは2、3日経ってこの状態だよ。じゃあさ、この今これもう冷えてる状態のこれちょっと食べてごらん、はいはいはい、確かにちょっとなんか硬くなっちゃうイメージありますね。うん、全然柔らかい。どう？本当だ。全然しっとりしてる。うん。これむしろちょっと出来たてとちょっと違うしっとり加減というか。そう。水分が保湿されて、このシワ味でゆっくりになってる。こっちの方が味強く感じるでしょ。この塩味は、うんうん。確かにそうです。もうそのまま食べる分にはもう全然その違和感ないでしょ。うん。何にもつけなくても本当美味しいという状態で作れてて、でこのスープも後々になってきたら、このやっぱり油は多少浮くわけよ。うん、ね、油分はあるから。でもこれで味見てそんなにおかしくなかったら、別にそのまま鍋入れて、ちょっとあの味調整してね、ちょっとぼやけてるようだったら塩足して、卵とか溶いてスープにもできるし、無駄もないのよ。うーん、これを覚えておくとめちゃくちゃこのから夏にその重宝すると思う。うん、まあてことで、一番僕の中では簡単じゃないかな、そして味もあのしっかりした味もついて合理的なんじゃないかなっていう、僕のやってるサラダチキンのやり方です。じゃあ皆さん、あのね、これはちょっと、この夏使える技なんで、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、そこでね、はい、いつも言ってますけど、ここから先ね、ちむちゃんと反省会とか雑談やるんで、もしよかったらね、そういうなんかあの僕らの話もうちょっと聞きたいっていう方は、サブちゃんにあの概要欄からね、あの飛べるようにしておきますから、覗きに来てくれると嬉しいです。じゃあまたねー。